辞書猫の単語だよ。今回も意味の似ている動詞を比べながらその使い方を身につけちゃおうね。今日取り上げるのは speak と talk。 ベニちゃん、藤岡くん、この2つの違いは？ Hey everyone! こんにちは、ラシルベニです。こんにちは、藤岡正明です。今回もイメージで基本単語を捉えていきましょう。 OK! 今回のキーワードは speak と talkスピークとトーク、昨日やったさ、セイとテルとかと結構似た単語だよね、うんうん、日本語で言うと言うとか、うん、話すとか、うん、って感じ。そうだね。ベニちゃんは、うん、例えばその4つって全部使い分けてるの？もちろん。だって全然違う単語だもん。この4つを全部身につけて初めて一人前だよ。ゲーOK、 まずはスピークを使ったこんなフレーズ。Hello? This is Kat, please. Yes, speaking. Do you have me? Uh-huh. Right, hold Kat, on for a minute, please. Okay. Hello? Yeah, this is Kat, please. Hello? This is... 超シンプルなフレーズだったね。うん。Speaking. Speaking. これはさ、やっぱ当然話してるよっていう意味でしょ？うん。うん。多分あのシチュエーションから考えると、そうです、はい。私ですみたいな感じかな。そうそうそう、いい感じ、うん、実はね、これよく電話で話す時とかに使うフレーズで、こういう場合は talking って言っちゃダメなんだよね。ダメなの？そうそう、使えないんだよね。うーん。じゃあ今度は talk を使ったフレーズ。いやいや、but you know, yeah. No. But anyway, okay, how about this? No. No. Okay. Yeah. Oh! Okay!Money talks. こんなフレーズでした。Money talks. Money talks. お金は話す。何それ？だってわかんないもんなもん。これは決まり文句で、日本語だとお金は物を言う、うん、つまり何事もお金次第ってこと。そうなんだ。だからこれも Money speaks とは言えないんだよね。なんで？こんにちは、田中重則です。今回のキーワードは speak と talk です。この2つの動詞をきっちり使い分けられるようにいたしましょう。まずは speak のコアから。speak speak のコアは言語、言葉として音を出すということなんだ。はい、そうですね。音を出すといっても言葉になった音を出す、つまり発声行為に焦点を置かれた単語ですね。例えば I can speak English なんて言うと、この場合英語を話すということに重点があり、具体的に話す内容や相手には焦点はありません。では一方 talk はどうでしょうか。 talk talk のコアは言語でやり取りをするということなんだ。はい、相手とのやり取り、コミュニケーションにポイントがある動詞ですね。 speak は自分一人でもできますが、 talk はやり取りということなので相手がいないとできません。例えば My baby can talk a little だと、はい、うちの子は少しおしゃべりができるという感じですが、言葉でちゃんとやり取りができる、つまり意思の疎通ができるという意味合いです。うん、じゃあ speak を使って My baby can speak a little っていうとニュアンスがちょっと違ってくるよね。そうですね。この場合パパやママといった言葉を出すことができるという意味で、それでコミュニケーションが取れているかどうかは問題になっていません。同じように話すという場面で使われるスピークとトーク、その違いは分かりましたか？トークはやり取りにポイントがあったんだ。そう、うん、でスピークは言葉に声に出すっていう感じだね、うん、そうなんだな。うん、それじゃあここでそれぞれのコアイメージをもう一度チェックしてみよう。スピークは言葉を声にして出してるイメージだね。トークの方は
言葉のキャッチボール、つまりコミュニケーションを取るっていう感じなんだな。うん、じゃあさ、今俺たちは今トークしてるってことだ。そう、その通りだ。 OK、 それじゃあコアイメージを頭に置いて今日のエクスプレッションを Let's check out again。 Hello? This is Kat, please. Yes, speaking. Do you have this? Uh-huh. Nyan, nyan, but you know, gotta get it. No. But anyway, okay, how about this? No. Okay. Oh! Okay! Money talks.まずはこのスピーキング、うん、これどう？スピーキングでしょ？さっきの話だと私ですってことだよね、うん、あれは声を出してるのが私ですっていう感じなのかな。うん、そうそう、うん、電話がかかってきた直後、まだコミュニケーションを取る前だから、うん、トーキングとは言わないんだ。じゃあ今度はマニータックスは、さっきお金が物を言うとかって言ってたじゃん、うんうん、あのつまりお金がトークスだからコミュニケーションしてるってことなの？そうそう、この場合は、うん、お金が相手とやり取りをして相手を説得してしまったというイメージなんだな、うん、だからお金が交渉で役立つとか力を発揮するって意味になるんだよね。お金はネゴシエーターってわけだ。そうそうそう、じゃあこの2つちょっと発音練習、うん、Repeat after me. Speaking. SpeakingMoney talks. Money talks. Speaking. Speaking. Money talks. Money talks. Great! 大丈夫？大丈夫。今回は短かったからね。ね。ここで speak と talk を使って練習しましょう。うん。まずはこちらです。じゃん。What are you なんとか about? ここに speaking か talking をどちらか入れてセンテンスを作ってみて。これはどういうシチュエーションで使うの？まあなんか会話してて、うん、何言ってるのとかって言いたい時。なるほどね、じゃあ簡単だよ。だってこれよく英語で使われてるもん。ああそうだ、そうかもね。うん、 What are you talking about? あ、そうそうそう、うん、Good talking だよ。そう、何の話してるのって感じでコミュニケーションがあんま取れてない時に使うフレーズ。What are you talking about? What are you talking about? ってこんな感じ。これはさ、うん、でも思うんだけど What are you speaking about? っていう言い方は全然しないのかな。そういうとなんかこれから何のスピーチするのっていう感覚なんだよね。なるほどね、そっかそっか、うん、スピーチは勝手に話すだけなんだ。そうなんだよね、うん、やり取りがないもんね。そうそうそう、こういうコミュニケーションみたいな、うん、OK、 今度は私の言うことの内容を考えて。うん、 Can you speak up? Can you speak up? スピークアップってつまりスピーク、話してる声をもっと上げてって感じかな。そう、この場合は声を出すことをアップする、うん、つまり大きな声で話してっていうこと。あ、そっかそっか、じゃあさ、俺さ、これから大きな声で話すよ。うるさいよもう。なんで、だってベリーちゃん今でかい声で話せって言ったじゃん。そんな藤岡くんに Don't talk back Don't talk back、 わかる？ Don't talk back? 何それ？この場合は talk を返すな、つまり口答えするなってこと。わかった？ Yes sir, boss。今回の speak と talk どうだった？うん、昨日のさ、せいとてるを合わせてもうさ、これでさ、もう喋りに関する動詞は完璧だね。おお、すごいじゃん、自信満々だね。でさ、でさ、俺とさ、これから2人で一緒にいろいろ話さない？これもトークでしょ？語り合う。私忙しいから一応。いいじゃん。はい、ということでこの辺で皆さん明日ね、バイバーイ。バイバーイ。じゃあベンちゃんとご飯行ってきます。